県内関係の受賞者は、社会のさまざまな分野で顕著な功績を挙げた人を表彰する。旭日賞に十五人。公共的な業務に長年携わり、功労を積み重ねた人を表彰する随宝賞に。四十人の合わせて五十五人が受賞しました。このうち、納税功労で旭日総幸賞を受賞した。県法人会連合会副会長の中村源次郎さん、七十二歳は。 1974年に家業であった養蜂業の秋田屋本店に入社し2021年11月からは会長を務めています2015年5月から岐阜南法人会長6月からは県法人会連合会副会長として税務行政の運営や租税教育の普及など法人会の活動に大きく貢献してきました 大変光栄でありまます、えー、聞いた時はあの感激いたしましたたは感激しし納税意識の高揚ということで、えー、今日本大変なあの財政的に厳しい、えー、状況になっておりまして、まあ、そういう中で少しでもあのお役に立てるように国が持、えー、続可能な社会としてさらに次の世代へ引き継げるようなそんなことでですね 気持ちで活動ししてままいりました社会に貢献できるということを意外としていきたいなというふうにこれからも思っておりますまたスポーツ振興功労教育功労で追放賞受章を受賞した県相撲連盟の名誉会長ノ島茂樹さん79歳は1973年に郡上市に相撲クラブを設立し2023年から連盟の名誉会長に就いています。 郡上市で開催された岐阜西流国体相撲競技や全日本女子相撲を郡上大会に携わるなどおよそ半世紀にわたって県内の相撲競技の普及に尽力しましたまあ代表でもらえるということはまあ皆さんのおかげだと思ってます今度の表彰の対象は全国大会を実施したこともありますけれども 相撲教室ですね小学生とか中学生のそれを昭和48年から実施しまして現在は指導した方々が <laughs> 高校や大学を出てきて地元におって指導しておりますが大変うれしく思っております。